2017年10月クールドラマ総括その2、はい、続いてテレビ朝日系列、僕的には重要参考人探偵まあね、数字的に言うたらドクター X、うんうんうん、間違いないねやらなと思いますが、うん、もうどうしてもあの性格は僕的には気に入らないのでとなってくると重要参考人かなという感じでしたね。でまあね、あのキスマイの玉森裕太っていうのはね、はい、この金曜ナイトドラマ枠といえば何と言っても、はい、好きな信長のシェフ、はい、ね、うん、あれでピタッとハマってゴールデンにまで行ったぐらいなんで、相性はいいんだけど、まあ数字的にはね、うん、枠が枠だけに平均 4.8、うん、はい、最高が第5話の 6.5、 はい、玉森くんはね、うん、よかった。あの残りの2人のねあれは何かの意味があるのかな。あのオカマみたいなこうモデルさんねもうちょっとシャキッとしてほしいなと、個人的には。指紋役の古川雄輝ね、はい、うん、ああいうちょっとお姉系っていうのが、はい、新鮮といえば新鮮だったんだけど、うん、でもう一人がね、はい、ニュースの小山圭一郎、はい、まあ久々のドラマっていうことで、はい、最近はしっかりキャスターっていうイメージの方が強いだけに、そうですね、うん、ちょっと肩に力入りすぎっていう気もしたりしたけど、はい、でそんな中であのね豊原浩介が、ね、はい、上り刑事、はい、あの金曜ナイトドラマといえば何といっても時効警察での、はい、あのトレンチコート、うん、これを再び解禁したというところが、はい、マニアの間では大受けだったんだけど、はい、世間的には誰一人知られずでそれから新枠のあの大人高校、はい、はい、ねえ、なんかいろんなことにどやねんという部分は感じましたけれども、うん、まあそんなん乗り越えて見といたらええのかなっていう感じで、うん、まずね、うん、ああいう学校がありえることがないわけですし、うん、でもそこにおる生徒たちもモテるやんというような人たちばっかりやったんでまあね、しゃあないですね、うん、でもそれはね、うん、まあね、新しい土曜ナイトドラマ枠っていうことで、はい、まあかなり挑戦的な題材を持ってきた、はい、うん、なんといっても三浦春馬が童貞で黒木芽衣沙が少女、はい、うん、まあこういう設定からしてありえない、うん、それこそ漫画的なっていうことで興味はそそられるかなと思ったんだけど、数字はね初回が 5.4 で平均が 3.3、はい、最低は 2.5 ということで、まあまだ認知度が低かったっていうこともあるんだけど、中身も受け入れられなかったんじゃないかなと、うん、ですね、うん、次々気になるっていう感じでもなかったですね。まあ三浦春馬がね、はい、あんなコメディータッチをこなすとはね、うん、今度ちゃんと二の線戻れるかどうか気になるぐらいの、うん、まあまああれはあれでありだと思うんですけれどもね、うん、でオープニングタイトルのあのダンスもなかなかキレッキレやったし、はいはいはい、あそこまで動けるね、うん、まさにジャニーズっぽい感じもしたんだ。そうですね、はい、うん、でまあ中身的には、はい、あの刑事ゆがみね、うん、向こうはフジテレビ他局でありながら、はい、中身でちょこっとコラボというか、はい、うん、あの最後にね、はい、お見合いパーティーを企画っていうことでやってた中に、ゆがみと、はい、それから相棒の羽生の名前があったと、はい、で元々はね刑事ゆがみの方で、はい、あのゆがみのセリフの中に大人高校っていうのが出てきたりなんかして、はいはいはい、これで SNS では大盛り上がり、うん、でそれに応えた形でまあ大人高校のスタッフがそういう演出をしたということで、はい、局の壁を越えてやるっていうのはまあナイトドラマっぽいし、はい、まあ、見てる方はそんなテレビ局なんか関係ないですから ね、うん、まあ所詮コメディなんでね、はい、どんどんやってほしいっていう気もする中で、はい、でそんな中でまあなんといってもテレ朝といえばドクター X 外科医大門未知子、はい、なんといっても第5弾強いですけどね、うん、やっぱり好きになれないですねあの性格は。でも最後ね、はい、余命3ヶ月、はい、ね、はい、まあこのドラマにおいて余命何ヶ月、それをことごとく、うん、まあ全開させてきた大門未知子だけに、はい、やっぱり患者としても失敗しないのでっていうのはすごかった。すごかったですね。すごかったし、まあまあ医者としての腕もすごいんでしょうけれども、うんうん、人としてどうかなと。もう言い続けて5年以上、はい、でもあの平均視聴率で 20.9 よ、うん、ねえ、みんな好きなんですよね、だから、はい、で最高が最終回の 25.3 ね、はい、まあ
これがまあテレ朝の2017年最高視聴率でもあるんだけど、はい、まあ今年の民放の連ドラゴールデンタイムの中で全局1位、はい、ということで、うん、まあこれは昨年の第4弾に続いて2年連続というね、はい、うん、もうまさに辞める理由がな いですね。まあ、元気になりましたしね、うん、医者患者としても失敗しなくて元気になったわけですから、うん、また次あるんやろうなと思いますけれども、人としていっぱいになってやってほしいなと、うん、でただ結構気になったんがね、うん、いわゆるレギュラーが毎回ちょこっとした説明台詞だけでね、うん、学会に行ってるとか、はい、失恋旅行とか、うん、そんなんでお休みをもらってた、はいはい、結局これね、まあ、回を重ねるごとに主演の米倉涼子のギャラもどん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 跳ね上がっていく、うんうん、でそれに伴ってやっぱり共演者も上げざるを得ない、はい、ということはもう全体の制作費が本当にえらいことになってきてる、うん、でちょっとでも、ね、抑えるために一人ずつまあ休んでいただいて、うん、だったんだけど、でもねまさかねあの内田有紀までがね、ねえ、うん、一緒にね、うん、出張に行っていないっていう、そんな会を設けるとは思わなかっただけに、まあ大変なことになってみたらなと、うん、ということになると次があるとして、はい、どんな顔ぶれを揃えて、はい、ね、どういうようなシチュエーションでやるのかっていう、うん、まあ制作事情もまあ踏まえてのことなんだけど、はい、これかなり楽しみというか、はい、ね、うん、ということで、はい、この続きは今度にしたいと思いますね。はい、はい。